試合は今大会4度目のナイトゲームに突入し、日大藤沢1点リードのまま迎えた7回、エース神崎が捕まります。ワンアウト1塁2塁、トゥーナッシングと追い込みながら2番稲荷、流した鮮やか、ランナー止まる、満塁になる、ワンアウトランナーフルベース。ここでクリーンナップ絶体絶命、ネクストバッターサークルには福留、福留を意識しすぎたか3番福田には同点となります。押し出しのフォアボール。まだまだ続くワンアウト満塁のピンチ、しかも打席には4番の福留。2年生バッテリー勝負球は第2打席第3打席を見事に抑えた伝家の宝刀スクリューボールか。5球目セカンドゴロ、指ゴロ、ランナーにタッチ、ボールは一塁だ、セーフ、逆転、6対5になりました。これも完全に打ち取った打球、しかし2年生バッテリーにとってこの福留のバットからの得点が大量点につながる大きな1点でした。神崎はこの後3連打を浴びて結局この回5失点、途中でマウンドを降ります。10対5と広がって迎えた9回2アウト、ピッチャーゴロ前田取る、ウイニングボールは一塁の辻田、準々決勝進出を決めたのは PL 学園です。あいつも福留の時は思ったピッチングができたと思います。意識の中では福留には勝てましたね。負けた悔しさをバネにして次に役立ちたいって感じです。で逆転されたのが、ね、痛かったですけど、でもムード的にそんなに悪い春みたいに落ち込むことがなかったんで、ね、その分ああいう風に逆転できたんじゃないかなと思いますけど。福留君自身のバッティング2回はすごいスリーベースでしたけど、全体としてはどうでした今日。いやまだまだ自分の感じじゃないんで、ね、まあ、あのあたりもまだちょっとおかしかったんじゃないかなと思いますけど。明日へ向けての抱負を聞かせてください。もうとにかく今日の反省生かしてまた明日もやるだけです。